ビタとルエデンに行きましたね。うん、順調に行ってもさすがに数時間はかかると思うけど。ならご主人のオーラを回復させておいてください。今のご主人では戦いたくてもまともにオーラがありませんから。メリアはどこに行くの？ご主人に言われましたし、何か今回の件で情報がないか、収集するところからですね。まあ、私なりに動きますよ。与えられましたしね。何？その態度。全くやる気なさそうに。バハートちゃんが死んだんだよ。やる気がない、ですか。正直言うとありませんね。正直バハートさんにも特に思い入れもありませんし。私、メリアちゃんのそういうところ大っ嫌い。なんでそこまで薄情なの？別に私は正義の味方じゃないからですよ。自分の都合第一、ご主人が私の全て、ご主人のもの、ご主人の友人、ご主人の家族だから私も優しくするだけ、そうでなければ等しく他人です。世界平和、都市壊滅、どうでもいいですよ。星一つの命運なんて、ですがそれは私だけですか。あなたもそうでしょう、はく。バハートさんがもし今晩、ご主人のものになれば私の守る対象でした。ですが今はまだその前段階で亡くなった程度、同情の余地なんてないんですよ。それに吐く、失礼はあなたですよ。ご主人はバハートさんを治すためにミガドルエデンに行ったんです。死んだで終わらせるのはご主人への冒涜ですよ。メリアちゃんだってパト君の言うこと聞かなかったくせに。得体の知れない男と一緒にいるなんてできるわけがないでしょう。何せ今回の犯行は地球防衛軍です。仲間だと思って後ろから刺されたらたまったものじゃありませんよ。これ以上私たちの誰かが失ってしまったらそれこそご主人が悲しみます。ご主人の望みは叶えます。結果で、その結果までの工程は私が考える。それはご主人からも以前から許可をもらっている行為です。吐く、感情的になって八つ当たりをする前に自分が今何もできないことを反省し、今できることを考えなさい。ご主人に使えないと思われたことを恥だと理解しなさい。ソフィア、吐くたちをお願いしますね。なんで厳しい言葉を使うかな、ハクちゃんだって辛いのに。泣きはねえて、人に当たって事件が解決するなら文句は言いませんよ。やる気なんて出るはずないでしょう、まだ何もわかっていないのだから。敵討ちでいいんじゃない？何度も言わせないで、バハートさんは仲間じゃないです。みんな他人を信用しすぎですよ。だから裏切られることすら想定に入れれない。信用して騙されたなんていい人ではありません。ただのバカです。社会では都合のいいかもです。それを綺麗事のように生きようようと語る話なんて大っ嫌いです。ひねくれちゃって、メリアが不機嫌なのは強い。役に立つと信じてたの向こうもあっさりやられてしまったバハートちゃんへの失望でしょ。その期待が裏切られたと感じたから興味をなくしたんだ。まあ、結果の敗北も重ねてだし、今は仕方ないかな。さて、まずはファルドラの情報ですね。ご主人から聞いた話だと、死体が発見されたのが今日、遺体は出てきてなおかつボロボロ、死亡推定時刻なんてわかるはずもない。つまり、この大会で会っていたファルドラの最初から偽物で大会前から死んでいた可能性もある。となればこの会場で撮っていたファルドラの行動、それらをまず調べる必要がありますね。会場監視ルーム、ここの監視カメラの過去のデータを見てファルドラの情報がわかればいいんですけど、ここで長々と見ていても時間の無駄。データを吸い出して、私が今からファルドラの映っている映像だけ選定するプログラムを作って集約化すればいい。あとは自動選定を待つだけ。その間に先ほどの現場にある能力の痕跡を調べる。そこからの音から高速、強度、遠隔操作ならその距離を割り出す。相手は虚構、目視と音が気配でわかる範囲で周囲に他にも能力の痕跡を残していないか確認。用意シートを狙い至るところに仕掛けていてもおかしくない。出力が完了しましたね。それでも20時間以上ですか。逃すわけにはいきませんからね。32倍早送りで見れば数十分で済むでしょうから、それで確認しましょう。予選までは特に不審な動きなし、1回戦前半もなし。1回戦後半、確かその時はロカちゃんが暴走した時、確かあの時、止めていたはずの監視カメラが不手際でオンになっていた事件がありましたね。おいおい、こんな面白いことが起きてるのに世界放送を止めるなんてつまらないだろ。視聴者のこと考えろよな、運営さん。さて、偽物が頑張っている間に僕は身を潜めようかな。ドッペルゲンガーみたいに入れ替わるタイミングを見ながら。さ。このひどいノイズ、やっぱり消してたか。プログラムの中身は削除したデータも含めて集約させましたからね。だからノイズが入るのが難点ですが、見分けやすいので放置はしてますけど。でも確定ですね。少なくとも1回戦、ロカちゃんの騒動の時にいたのは本物のファルドラ、そしてモニターをオンにしたのが偽物のファルドラ。だとすれば2回戦は、その前日は、そこまでの情報となるとこの東京中の監視カメラ
病室で看病をされた後にそのまま帰宅している。会場での情報はこれくらいですかね。あとは痕跡がないか歩き回って、そこから街に出て異変がないか、あとは外部のニュースですね。どのように伝わっているのかも気になります。まだハルドラの目的が見えない。今のままではハルドラの容疑しかわかっていない。ここで最後、今のところ痕跡や仕掛けはなし。何かを仕掛けに来たのではないならなぜあのタイミングでハルドラは現れた。考えられるのはカモフラージュ。よそで騒動を起こし、その間に別の場所で本来の目的を遂行する。よく使う手ですけど。この会場にはいなかった。仕掛けもなかった。なら別の場所。別の場所で目的を遂行するための仕掛けをするためにあえてこの会場で騒動を起こした。それもわざわざ。何もしなければバレやしないのに、でもバレる可能性があったから騒動を起こした。つまり会場の外近くで何かをしていた可能性が高いってことか。残りは覚醒や。可能性はあるか。これで隊長、副隊長は全員か。今ここに招集をかけたのは隊長、元隊長、副隊長のメンツだ。第2部隊副隊長ジョルジュはすでに海外任務に向かっているため、今回の件の招集から除外した。天の井隊長とバハート隊長、あとはハルドラ隊長はどうした?言っていなかったのか、アラン。別行動でしたので。まず、ファルドラ隊長だが、今回、ファルドラの偽物か本物かわからないが、ファルドラが裏切った。その第一犠牲者がバハート隊長、会場のロビーにて死亡を確認、負傷者は大会参加者のパト、腹部に杭を刺され重傷だったが今は完治している。天の井隊長は前日、三重にて悪心教と対峙し、死亡したと指揮隊長から連絡が入っている。情報源は指揮霊下元第三部隊隊長、確かなものだろう。バハちゃんが、なんで、地に落ちたのね。隊長、そんな、俺はそんな。それで、策は、情報は、まずはどこから始めるの?建物内の情報はパトがメリアさんにお願いしているから任せていいだろう。俺たちよりも優秀だ。じゃあ私たちは外だね。さすがに一般人に監視カメラとかの情報源提供とかできないしね。東京湾付近が一番証拠が残っているんじゃない?それもそうだが、ファルドラはこの大会期間に極秘の少人数の部隊で誰かを追っていたみたいだな。らしいな、確かにここ最近東京での不審者や行方不明者、不審者に襲われたという通報が多数出ている。それを全てファルドラに繋げるのは難しい。そのファルドラが追っていた奴が今回のファルドラを操っていたという線もある。ここはファルドラだけに限らずに不審な人物も洗い出す必要があるだろう。相手はファルドラ、バハートを襲撃した相手だ。基本的に副隊長と今回試合で帰省している指揮隊長とアラン隊長も含めて二人一組で行動してもらうぞ。まずは第4部隊副隊長ヘルナ、第3部隊副隊長ラディウス、お前たち二人は大会会場の護衛だ。あそこは東京で一番強度の高い施設、最悪何か起きた時の一般人の避難場所にする。そのために大会役員を使って毛布や非常食の準備を行え、迅速にだ。了解しました。天の井隊長。誰が?第6部隊教育艦長ビリアンと第5部隊副隊長立花は西東京の調査だ。不審者が現れたらためらわずに殺せ。そして一般人には絶対に傷つけさせるな。了解だ。はい。バハちゃん。第6部隊隊長アランと第6部隊副隊長ヘルナは南東京の調査だ。アランは疲労している。ビアンがしっかりフォローしろ。お前の完成度がアランの生死を分けると思え。わかりました。アランを絶対に守ります。ビアン、背中は任せたぞ。第2部隊隊長式、第5部隊教育艦長ロイド、東東京エリアを見てもらう、広範囲だ、東野に余裕があるなら各自一人でもいい。任せろ。東野ならしっかり仕事をしてくれるだろう、若い頃から真面目だったからな。そして第1部隊隊長つくよみと第1部隊副隊長シェーンは北東京だ、シェーン、絶対にメガネをなくすなよ、それ、まだスペアねえからな。その時は一般人を優先する、絶対に巻き込まない。俺がいてお前の目なんて使わせるかよ。外れねえように接着剤でもつけておけって言ってんだ。あ、こまめに情報を共有しろ。サボった奴は会場で八つ咲き100回の刑だからな。少数精鋭、旅行支配相手と精神操作系の敵かもしれないので策としては悪くないですね。ただ、相手が想像以上に大掛かりだとその作戦は逆に悪手になりますけどね。ご視聴ありがとうございました。動画は楽しんでくれましたか?くれましたか?気に入ってくれた人はチャンネル登録してね。してくれたら嬉しいな。私はもうしてるわ。次も気になりますしね。
過去の動画は再生リストで確認できますよ。しっかりまとまってるから見たい動画がすぐに見つかります。それはぜひ見ないとね。見てねー。次の動画までお別れですね。また次の動画で会いましょう。約束ですよ。それじゃあ次回もお楽しみにー。